発言願います蓮舫君おはようございます立憲民主党の蓮舫ですまず冒頭円安が止まりません129円128円130円に届く勢いです資源や食料の大半を輸入に頼る日本にとりまして円安の影響は甚大ですでそれに伴う物価高が子育て家庭貧困世帯シングルで育児をされる家計を直撃しています 教育面や食事などで格差がさらに広がる懸念を持っています。大臣の円安に対する見解いかがですか。末町田大臣。ええー。さまざまな経済に影響を及ぼしてございます。あの新型コロナのこの物価高騰との影響は。子育て世代にも。及んでおりまして、そうした中にありまして、すべての子どもたちが。 私の考えですがありますが、家庭の経済状況に左右されることなく、安心して育ち、学べる環境整備を行うことが大変重要であると考えていまして、従前より文部科学省としては、幼児期、高等教育段階まで切れ目のない形で教育費の負担の軽減であるとか、貧困による教育活動の解消のための教員定数の下配措置であるとか、スクールソーシャルワーカーの配置の充実、 放課後子ども教室など、地域の教育資源を活用した子どもたちへの学習支援、家庭教育への支援の充実などを取り組んでおりまして、まあ、令和4年度、こうした予算も必要経費を盛り込んでおります、まあ、いずれにしましても、えー、学校の給食のこと、いろいろな話も出てございますので、しっかりと状況を受け止めていきたいと思ってございま蓮舫大臣が今おっしゃった項目、令和4年度予算案は、円安や物価高以前の予算案なんです。 全く現実と違います。私たちは、低所得者、えー、子育て世帯への5万円の給付、学生への生活支援給付、大学授業料半額免除、小中学校の給食無償化など必要と、21兆円の補正予算案の提案をしています。補正予算がいるんじゃないですか。政松大臣今、政府内でさまざまな協議が行われていると承知をいたしてございます。えー、まあ。 与党内にもいいろろなご意見があろうかと思ってございます蓮舫君。大臣の認識を聞いています、補正はいりますか。瀬松大臣今、検討いたしてございます。蓮舫君。大臣の認識として、令和4年度予算案では足りない、この物価高、円安、家計を直撃、子どもの格差を広げないために、補正予算が必要とお考えですか。瀬松大臣 慎重に私個人としては、慎重に今、検討をいたしているところでございます連邦君残念すぎます。全く危機感がありません。130円に突入をしたら、大半を輸入にたる日本、家計の直撃、経済への打撃、格差のさらなる拡大、その認識が文科大臣にないというのが非常に残念です。私たちは引き続き補正予算案の提案を強く求めていきます。 さて、東京オリパラ大会が終わって半年が経過をいたしました、この春から文科大臣がオリパラ担当を兼務するようになりました、最大の任務は何ですか、端的に答えてください末松大臣。引き継ぎましたときに、堀内大臣から、まあ、東京オリンピック・パラリンピックを、まあ、これ、えーえー、開催をいたしまして、共生社会の中でできたということ、同時に、 新型コロナウイルスが蔓延するこの中で、どうにかやりきることができたということについての成果、まあ、こういうような時代、こういうような時にあってもできるんだということについて、こういうレガシー、きちっと検証していって、残していこうという、そういう考え方でございます。今後蓮舫君膨膨大に費用が膨れた全デザイン この問題と改善点を、当時の安倍総理と何度とも国会でやり取りをして、ようやく安倍総理が2015年に廃止を決断しました。でそれ以降、新たな競技場の在り方、ずいぶん注視はしてきたんですが、今、レガシーとおっしゃいました、新国立競技場はレガシーですか、負の遺産ですかマ松大臣。レガシーと考えておりますが、今、はい、どうぞ連邦君資料1をご覧ください。 2016年9月に大会後の運営管理に関する論点整理がまとめられ2017年11月に大会後の運営管理に関する基本的な考え方が関係閣僚会議で了承されましたこの基本的な考え方が今も政府の方針でよろしいでしょうか政松大臣現在においては、えー、2017年11月に 開催されましたこの新国立競技場整備計画再検討のための閣僚会議で、現在の取り組みが進められているということでございますので、今のところ修正はございません蓮舫君。この方針では、2019年年号に民間事業化の事業スキームが構築され、公募を経て2020年秋には、10から30年間の長期契約の優先交渉者を選定。大会終了後に改修を行い 2020年後半以降に、供用開始とあります、進捗はどうでしょうか瀬松大臣。ご質問いただきました件でございますが、この国立競技場のこの運営管理につきましては、関係閣僚会議において、民間事業への移行を図る、こうされております。 で文部科学省が中心となって検討を行いまして、えー、コンセッション事業の導入可能性に関する調査であるとか、マーケティングサンディングを行うこととされました。でこの方針に基づいて、JSC ・日本スポーツ振興センターですね、この民間事業者の意見とを聴取するなど、検討を進めてまいりましたが、令和2年以降、新型コロナの影響を受けまして、東京大会の開催が1年延期されたことや、 民間事業者が取り巻く経済環境も大きく変化をしていることから、このような影響も含めて、事業者の関心の度合いや意見を改めて把握をする必要が生じてございます。でこのため、JSC では専門家の助言も得ながら、昨年の11月です、民間事業者への意見募集を開始しておりまして、事業者の感触等を丁寧に確認しながら、実現性のある事業スキームや入札等のスケジュールを定めていく予定としてございます。 文科省としては、こうした意見や関係者の声、しっかりと聞きながら、民間事業への移行を着実、そしてま円滑に進められるよう、引き続き取り組んでいるところでございます。蓮舫君。コロナやオリンピックが延期されたことが要因というような答弁ですが、違うと思います、それもあるけれども、文科省の前提が実は大変甘かった。 あの競技場の詳細な図面というのは、企業にとって投資とかリスク評価の検討の基礎なんですね、この基礎でもある図面が、大会警備の観点から全面開示が困難と分かったのが、実は2019年なんです。この2019年には、事業スキームを構築するとしてた、その年にその図面が出せないということが分かった。 結果として、2020年後の大会後に計画は先送りをされ、コロナがあってさらに2年後に先送りをされた、それでも萩生田前大臣は、2020年後半に供用開始が可能と言ってます、可能なんですか末松大臣。あの先生、今お話しあったように、新型コロナウイルス感染症のこの感染拡大に伴いまして、えー、一昨年の3月に、 延期が決まったわけでございまして前提が当然崩れましたのでこれ自体はこのコンセッションを運営を行って民間に移行していこうという運営のことについては当然変化を生じてございます両方君いつから民間の事業が始めるかと聞いてるんです本来だったら今年後半から始まる予定だったんですで、そこで収入が入ってくるその予定がずいぶん遅れているんですけれども いつから民間の事業が開始されるんですか瀬松大臣。あの当初は、えー、閣議決定は2022年の、えー、秋以降と書いてあったと記憶をいたしてございますけれども、今のところですね、JSC では昨年の11月に、えー、民間事業者に対して詳細な図面を示しました上で、説明会や現地視察等を実施しつつ、感触や意見を確認しているところでありまして、 現時点において、明確なスケジュールを示せる段階とは実はないんですで。可能な限り早い段階で民間事業への円滑かつ着実な移行が進められるよう、文科省としては JSC と関係機関と緊密に連携を図ってまいりたいと思ってはございます連邦君実に目標が曖昧文科省としては目標が見えない、実際に民間が手を挙げるかどうかも不透明なんですよ。新国立競技場へのの関心の度合いを ようやく去年末に聞き始めていますからねでこうした中でも予算は使われているんです、資料2枚目、えー、民間事業家に向けたアドバイザリー業務委託契約費は、令和4年度は約1.7億、これまでにすでに約5億使われているんです、こうした税金の使われ方は国民に納得されるとお考えですか末松大臣。 あのお答え申し上げますが、JSC では政府の方針等に基づきまして、平成29年度から専門的な知見を有するコンサルティング業者にアドバイザリー業務を委託をいたしまして、国立競技場の運営管理に係る民間事業化に向けまして、民間のノウハウと創意工夫が最大限活用できるコンセッション事業の導入可能性の調査であるとか、マーケティングサンディングを行いながら検討を進め、 コンンセッション事業を行う場合の実施方針の素案を作成するなどの準備は進めてまいりました。しかしながら、こうした検討の過程で、民間事業者等より投資やリスクを検討するため、求めがあった国立競技場の詳細な図面等が、大会会場のセキュリティの関係上、提示できないことから、令和元年11月に関係閣僚会議に状況を報告しまして、東京大会後、速やかに必要な図面等を開示して、 事業者に十分な検討を行ってもらうという方針が確認をされたところでございます。その後、新型コロナで影響を受けまして、東京大会の開催が1年延期されたことや、民間事業者を取り巻く経済環境も大きく変化をしていることから、これらの影響も含め、事業者の関心の度合いや意見を改めて把握しなければならない状況となっております。このため JSC においては、昨年11月,11月から民間事業者の最新の感触や意見等の把握に努めるとともに、 今後予定定されててていいいいるるるや事業者選のの際に必要ととなる資料作成の準備を進めていると聞いてございますこのように計画段階で、えー、想定し得なかった新型コロナの拡大の甚大な影響を鑑みましたら、現在の状況は私は致し方ない面もあると思いますが、文部科学省としては民間事業界に向けまして、取り組みを着実に進めていくことが重要であると考えておりまして、引き続き JSC との緊密に連携を 取りりながら対応してまいりたいたと思います大臣先生のお尋ねは、あの競技場は何,何に使うとおっしゃられたわけですね。あのスポーツ大会の であるとかですねあるいは各地のイベントを開催をしていくということになろうかと思いますいずれにしても国民都民市民の皆さん方が使っていただくそういう歴史です連邦君違います一枚目の資料に書いてあります大会後の運営管理に関する基本的な考え方では東京大会後に国際サッカー連盟ワールドカップ規定8万席 並びにワールドラグビー規則に対応する球技専用スタジアムに改修をする、陸上球技での利用ができなくなるとして、政府は球技場とする方針をまとめてるんです、ところが、昨年2021年9月、萩生田大臣は球技専用ではなく、現状のまま使う、世界陸上を誘致して、あの場で陸上競技を見ていただきたいと発言、両方行うんですか。清松大臣 いや先生今、私、答弁申し上げたのは、スポーツ大会には当然、今後どういう形にしても、ですねサッカーとかラグビーとか、こういうのが含まれてくるということは理解いただきたいと思うんですけれども、あのご質問の件ですけれども、あの水尾先生の時代でしたけれども、文部科学副大臣の下でまとめられました、基本的な考え方においては、ご指摘の通り、球技専用スタジアムに開始することとされております。一方でその 民間事業への移行に向けた検討の中で、複数の民間事業者から陸上トラックを損置して活用した方が、スポーツをはじめとする各種イベントの円滑な実施が可能となるのではないかという指摘がございました。このことも踏まえながら、現在、JSC が実施している民間事業者への意見募集の中で、施設改修の要望の運務を確認し、そのご意見を踏まえて、陸上トラックの在り方について検討していく予定でございます。 なお、あのご指摘の萩生田大臣との会,会見との関係で申し上げますと、日本陸上競技連盟が2025年、世界陸上を招致する意向を、世界陸上競技連盟に表明したことは承知をいたしております。で、このような陸上競技の大規模な大会において、ウォーミングアップのためのサブトラックの設置が少し離れた場所で認められるのであれば、こうした動きを踏まえ、 将来も陸上競技ができるトラックを残すことは一つの方策であるというふうに考えてございます。そういうことでございますから、今のところ、えー、考え方には定まったものはございません。根本君政府は球技専用スタジアムに改修すると決めたんです、どこで、どこで検討して、誰が陸上にも使うと方針を転換したんでしょうか。瀬松大臣 まだこれを交渉ということが、実は決まってはいないではございません、これにつきましては。連邦君中途半端な施設になるのを非常に懸念しています。大会後の運営管理に関する論点整理では、陸上競技場とすると収益が上がらない、他球業より使用日数多くなるが、営業ベースに乗せられるかは課題だと。 他方でサッカー、ラグビーの試合を開催するには、球技フィールドと観客席の距離を短くして、臨場感を高めることが求められると整理、これを受けて政府は、8万席への改修を行って、球技専用スタジアムにすると決めたんです、じゃあ、この8万議席への改修は行うんですか。瀬松大臣。うん、あのー コンンセッション事業もこれから展開できるかどうか、今、JSC、一生懸命、努力をいたしてございます。で、改修の必要性についても、何も、それは定まったものでもございません、このことにつきましては。えー、まだすべ、えー、てが JSC が今後、どういう形で、えー、民間の方々に参加していただきながら、あの競技場を使っていくかということを、このことを今、検討を繰り返して、えー、今、市場にサンディングを行っているところと聞いてございます。蓮舫君ですから冒頭に確認をしたんです。 大会後の運営管理に関する基本的な考え方は、今の政府の考え方ですか、大臣はそうですとおっしゃった、ここに8万席に改修する、球技専用スタジアムにする、今後、陸上は行えない、言ってることと違うんじゃないですか。松大臣あの、えー、先生にお答え申し上げます 現在、JSC におきまして、民間事業者の感触や意見を丁寧に招致しながら、民間事業への移行に向けた検討を行っている最中でございます。先ほど私が申し上げたことと全く変わりません。このため、こうした検討の結果、民間事業家に向けました最終的なミスが見えた段階で、JSC と文部科学省で相談の上文部科学省として国立競技場の陸上トラックの取り扱いについて、 ついても含めまして基本的な方向性を改めて示すことと考えてございますいくつか検討を繰り返してございます蓮舫君検討より迷走を繰り返していると思います情報公開もされないでどこで陸上を行ってどの民間事業者がサッカーも行いたい陸上も行いたいと言ってその中途半端な姿勢の中で2025年の世界陸連それに手を挙げるんだ 基本的方針からどんどん逸脱をしている、そもそもスタジアムを回収するには100億円必要です、これ、どなたが払うんですか末松大臣あの先生、えー、今、ご質問いただいておりますんですけれども、えー、どういう、どういうように競技場を今後使うかということが定まっていないので。 100億円使って回収をするか云々ということはまだ定まらない、しかも球技、あるいは陸上トラック云々についても、今、検討を重ねておるということを申し上げました蓮舫君。大会後の運営管理に関する基本的な考え方、読まれてるんですか、これが全部なんです、これが決まってるものを検討して変えようとしているのが末松大臣の答弁なんです、ものすごく矛盾してる。 サブトラックについても、日本陸連の規約を変えて、なくてもできるっていう話になってる、それで2025年に手を挙げるって進んでるんですよ。大臣の答弁自体があまりにも遅れています。認識をちょっと改めていただきたいと思うんですが、私はこの新国立競技場、レガシーどころか負の遺産を大変懸念しております。2019年11月30日に新競技場が完成をしました。2021年大会が終わって半年が経ちました。この間のの間競技場の維持 コストいくらですか。瀬末大臣。えー 国立競技場につきまして、令和元年11月2019年春工後、令和2年夏に予定されておりました東京大会の JSC から大会組織委員会に貸与されました、その後、新型コロナの影響によりまして、1年延期された東京大会が終了した後、復旧工事が行われてきましたが、本年3月末に大会組織委員会から JSC に返還されたところでございます。足立理事長ともいいろんな話をいたしました。ししま このため、JSC による新しい国立競技場の年間を通した定常運営は、今月から初めて開始されるため、年間を通じた定常運用の実績はございません。なお参考として、大会組織委員会の対応機関となる令和2年度の人件費、保守・水道光熱費などのランニングコストの実績は約10億5000万円となります。で またあの東京の2020の大会のテストイベント等による競技場の利用収入ははいまあ、1億5千万です蓮舫君資料三をご覧ください2020年のランニングコストは約11億収入は約1.5億収支で9億の赤字が出ています2021年の収入はいかがでしょうか。 末松大臣今、決算の途中でございますから、えー、定かに申し上げられませんが、それ、6月頃にはな,なってしまうと思いますね、2021年ですね、6月末でしょうね、先生、そう思ってます、6月末、今年の、2021年でしょう、決算については。蓮舫君。 資料さんの右側、収入実績の下に説明されてるんですね、えー、2020年大会のテストイベント等のみに貸し出されており、それ以降の通常のイベント等には貸し出されておりません、つまり収入はないんですよ、そうすると2年間、経費はあ21億ぐらいかかって、その間の収入は1.5、つまりもうすでに20億の赤字じゃないですか。 政末大臣いや先生2000、令和3年度は2021年でございますから、その収支については今年の6月と申し上げているんですけ蓮舫君。読んでもらいます、組織委員会以外のイベントには貸し出してないんです、つまり収入ないじゃないですか。政末大臣 まあ、あの収入は当然先生、これはないですね、それは、評価、評価しづらいというか、できないと思いますね。蓮舫君ですから、2年間で20億の赤字になってる、これ、誰が払うんですか政末大臣、えー、今のところは、JSC の会計の中でおためていただくしかないです。蓮舫君 JSC の収入は何ですか瀬松大臣。収支は赤字になっておりますけれども。えー 春直後の令和2年以降は、スポーツイベントの開催中止とか、東京大会に自然の延期など、新型コロナの世界的な感染拡大が極めて甚大な影響を及ぼしておりまして、先月末まで常用運用ができないことを加味すると、えー、国立競技場の運用状況について、現時点で評価することは適切ないと考えてございます連邦君 JSC の収入はなんですかって伺っているんです。か 瀬松大臣収入はございません。当然、これは先生、うん、君待ってください、ちょっと後ろの秘書か、JSC の収入はございませんですか、JSC は1年間、収入なしで運営してるんですか瀬松大臣あの。競技場からの収入は、これはございません。 蓮舫君 JSC の運営費交付金は何ですか、瀬松大臣。JSC の運営費交付金は当然ございます。蓮舫君。どこから何が財源ですか、瀬松大臣。当然、国費になると思います。蓮舫君。これを聞くだけでなんでこんなに時間使うんですか。えー 何も把握していないいななじゃないですかつまり税金由来で、新国立競技場の計画が遅れれば遅れるほど、もう20億の赤字の見通しがある、収入がないと大臣も認めた、国民が払うんですよ、これ、納得得られると思いますか瀬松大臣。まあ、あの、コンセッション、当然遅れてしまったことでございます、新型コロナウイルス感染症によりまして。 えー、民間にこうして、その収入を得るべき手立てがないという状況でありましたし、今年の3月末まで、えー、これ、競技場が帰ってきたのは、JC に帰ってきたのは先月末ですからね、先生、そういうことですから。連邦君開きの占いでいただけますか、維持をするだけで税金で赤字を補填し続けなければいけないんです。ランニンニグコストはさっき言いました大体10億 ライフサイクルコストはいくらでしょう、50年間で。瀬松大臣今のご指摘でございますけれども、えー、平成28年当時ですね、国立競技場を整備する民間事業者が、j s t の,の専門家会合で出席し、えー、提出をしました資料におきましては、 新国立競技場整備事業の設計段階における試算が示されてございますこれによりましたら、50年間に要する経費は、大規模修繕等の約650億円と、年間約11億円の維持管理費を合計して、まあ、50年間約1200億円に達するとされております君資料4をご覧ください。 えー、50年間のライフサイクルコスト650億、これ、ザハデザイン時よりも膨らんでるんです。で、これを単純に年計算して、先ほどのランニングコストと合わせると、年間に国立競技場が必要なコストは収入は24億が最低ラインなんです。2020年の収入は1.5億、すでに22.5億足りないという計算になるんです。民間が事業を始めるまで赤字は出続けます。これは誰が負担していくんでしょうか。 瀬松大臣まあ基本的には、国費になろうかと思います蓮舫君。コンセッション、民間事業化が始まったら、赤字は出ないという認識でしょうか瀬松大臣。コンセッションは、まあ、私の経験からこう考えれば、到底、 受ける民間企業と、えー、国、えーここら、このあたり、全部関係機関が十分協議をして、費用負担の割合を決めていくものでありますから、ここで定かに答えることは難しいございます蓮舫君。その協議が全く情報公開されていないんです、だから心配なんです、本当に大丈夫か、資料5をご覧ください、最低限24億もの経費を上回る収入は本当に見め込めるんだろうか。 国内主要スタジアムも見ます野球収入が過半を占める札幌ドーム以外、20億もの収入があるスタジアムはありません。東京近郊、新国立競技場と同程度の観客席数なスタジアムでいうと、埼玉スタジアムは支出が8.8億、日産スタジアムは観客席では、えー、支出は7.5億、味の素スタジアム、アジスタ11.3億、つまり新国立競技場がスポーツ競技で、 経費を上回る収益を稼ぐ場合、こうした他のサッカースタジアムよりも、貸し出し単価割高になりませんか、頻繁に使いやすいスタジアムにもうなっていないんじゃないですか。松大臣あの先生、現状で JSC がどういうように、この競技場を今後、使っていくか。また、 コンセッションも行える状態で、どこに入札をしていただくか、いろんなことがあろうかと思います、で運営経費を賄うこと、大変困難でございます、先生おっしゃるとおりで、スタジアムの持続的な運営を行うために、う民間のノウハウを競技場運営に反映させまして、スポーツ以外のイベントで活用を広げることや、やはりコスト削減をやらなきゃけなりませんし、スタジアム全体で収益性を高めるということ、このことを考えていかざければないと思います。 なお JSC がこうした民間を活用したさまざまな取り組みを先導的に実施をしまして、まあ、知見の蓄積とか、課題の洗い出しを行うことは、今後、民間事業家の検討にとって、大きく資することが期待されてございます。とにかく、いろいろな検討は今、JSC で行ってござ蓮舫君。資料6をご覧ください、えー。収益性の向上を図る取り組み、スタジアムツアー、グッズ販売、部屋やスペース貸し出し。 どれぐらいの主役性につながるんですか。この二十四億の経費にどれぐらい補填できるんですか。政松大臣、ます、あ、が少なからずの期待はよせていきたいとは思ってございます。で、国立競技場が国民から親しまれるスポーツ施設となるように、JSC では大規模なスポーツイベントのでの利用に加えまして。 競技場内のスペースをさまざまな形で有効活用することを通じまして、日常的なにぎわいを創出して収益性の向上を図ることとしてございます。具体的には民間事業者を活用しながら、本年4月から通常入ることができないエリアを開放するなど、公共大会のレガシーが体験できるスタジアムツアー、観光や近隣住民の散策に利用できる競技場5階に設置した遊歩道空の森りの一般開放であるとか、競技場内の会議室やラウンジ等を活用したセミナーや、 企業の展示会、室内練習場を活用したスポーツ教室の開催など、まあ、いろんなことを考えていきたいと思ってございます今、スタジアムツアーとおっしゃいました、週末だけ30分刻みで、数を限って1人1000円でやってるんですが、フル活動をして、週末を全部動かしても数百万人しかなりませんよ、あまりにも期待値が低いと思います、しかも、えー、新国立競技場は屋根を外しましたから、音楽、ライブはできません、しかも天然芝です。 ものが設置できません本当に私は収入が心配なんですけれども、これ、4月1日から定常営業を開始しましたが、今年度の収支の見通しはいかがですか瀬松大臣確かに今、先生おっしゃったように音楽コンサートについても、矢沢永吉さんのツアーをこの夏やりますけれども、空、上空いてますんでね、音の問題等があるから、試験的に今、JSC、いろんなことを検討しているということを私は申し上げました。 で国立競技場につきまして、令和元年の春行以来、先月末まで東京大会組織委員会に貸与されております。JSC による年間を通じた定常運,用運営に関する実績データがない状況でございますで。加えて、令和2年以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響が色濃く残る中、今後の感染動向以下によっては、大会やイベント等の開催そのものが、あそのものや、 観客制限等が行える中での入場料収入をどのように見込むかなどは、さまざまな要因があるため、現段階において、年間収入の見込みを立てることは困難な状況と聞いてございます蓮舫君。なんで見込めないんですか、2016年には新国立競技場整備完成時の収支見込みを公表されましたよ、これも相当甘いもので、国会で審議をしましたが、なぜ収支見通しが出さないんですか。 松大臣先生、恐縮でありますけれども、繰り返しになりますが、国立競技場の建設計画時に予測することができなかった新型コロナの感染症の影響が極めて甚大でございまして、例えば就寝見極を検討するために、不可欠な収入の見通しも今後、感染動向以かによっては、大会やイベント等の開催そのものの影響や、観客制限が行われる中での入場収入をどのように見込むかなど、さまざまな要因が絡んで、 収入の柱であります、入場料収入の見通しを立てることが非常に難しいと聞いてございます。加えて、新しい国立競技場は、旧国立競技場と大きく異なる仕様や機能を持つスタジアムでございまして、過去の実績を活用して試算することが難しいため、まず4月1日より開始した1年を通した定常運営を通じて、十分な実績データを蓄積していく必要がございます。 困難な状況であると聞いいてございます連邦君コロナ禍で、収支の見通しが難しいのは、民間も同じです。イベント配給や文化事業、飲食店、各種企業も、コロナによる負の影響が見通せない中でも、収支をしっかりと見通しを立てて、そして赤になるか黒になるか、日々の努力を積み重ねて結果を出そうという努力をしているのに、国だけは、新国立競技場だけは、 え観客席がいくら、どれぐらい余るか分かんないから、見通しが立てない、赤字になるかもしれない、し黒字になるかもしれない、赤字になったら税金で補填、こういう考え方でいいんですか瀬松大臣。施設ができた以上、できるだけ赤字を抑えていくのは当然のことでございますんで、あらゆる努力は JSC なりやってございます。 でなお JSC がこうした民間を活用したさまざまな取り組みを先導的に実施をしまして、知見の蓄積や課題の洗い出しを今、行ってございます、さっき、江沢ゆきさんのコンサートの話も申し上げましたけれども、あの民間事業化の検討に大きくするものがございますので、えー、これからいろんなことを検討を重ねていきたいと思います宮保君検討を重ねる、努力をする、でもその根拠となる数字は出さない。 どういう検討をしているか情報公開もしない、極めて楽観的な見通しで頑張るという精神論、とても納得できません。資料7、東京都が1400億円を投じて整備した6つのオリパラ大会の施設のうち、バレーボールなどの会場となった有明アリーナを除く5つの施設が年間10億円以上の赤字見通しとなりました。78億億円円を投じたカヌー会場、年間のの赤字、その上に、 波を和らげる装置に牡蠣が大量に付着し除去費用だけで昨年1.4億もの追加費用が出ましたこれは毎年発生していきます水泳競技が行われたアクアティックスセンター567億をかけて整備されましたが年間100万人もの利用があったとしても6.4億の赤字見通しです1600億円 それにザハデザイン時代のものを入れて、2000億もの税金を投入して作った新国立競技場、本当に大丈夫ですか末松大臣、えー、繰り返しになりますけれども、今、JSC でさまざまな角度から今、どういうように今後、競技場を使っていってか、まあ、検討いたしてございまして、えー、この2 0 0 0年、 22年の3月、先月に施設が返ってきたばかりでありますから、どうしていくかということについては、今後、しっかりと JSC に検討いただくということが大事かと、私はそのように思ってございま蓮舫、ね、君。無責任すぎませんか、コロナに丸投げ、JSC に丸投げ。 情報は公開しない、JSC の検討はこれまでも私は見てきました、ザハイデザイン時代の収支見通し、本当に苦しい努力で、収入にいろんなものをカウントしてた、プレチナムシートとか、ゴールデンシートとか、個室を貸し出すとか、企業に運動会で貸し出すとか、もうすごかったですよ、本当にこれが国立規模で20億埋まるのかっていうものを積み上げてギリギリ、ぎりぎり、ぎりぎりなんとか収支均衡を合わせてましたけれども、そういう情報も出さないで、 JSC が頑張ってる、じゃあ、さまざまな角度見せてくださいよ、2000億もの税金を投じて作ったもので、もうすでに20億の赤字が見通しされてて、民間事業がいつになるのかも分からなくて、それまでは税金で補填をし続ける、とても理解できないと思います、せめて、せめて大臣も分かってないんだったら、もう一度ちゃんと勉強していただいて、JSC に情報公開させる努力していただけませんか。政松大臣 えー、努力は、足立理事長の話をしながら、まあ、今申し上げたように、スポーツイベントとか、あるいは音楽コンサートであるとか、まあ、先生はまあ少し小さな商売じゃないかと思われるかもしれませんが、グッズを売ったりとか、まあ、いろんなことは検討いたしていることは申し上げたとおりでございます。であの2021年で 収入が1億何本貼ったのも、これは試験的にもともとは対応してましたからね、この組織委員会に、そこでイベント、スポーツイベントを試験的に実行するということで、結局、本来は入ってこない収入を JSC がその収入として上げざるを得なかったもんが、そのことでございます。だからこれからについてどうするかということ、収入見込みを上げるということは、現段階ではできない、しかし努力はいたしてまいりたいと思ってございます。連邦君 全く納得できません、情報も公開しない、これから頑張る、スポーツは感動すると初心で述べてました、オリパラ大会のことを自我自賛をしてました、だったら負の遺産とならない努力の最低限の指導力を発揮してください、情報を公開してください、どんな議論をしているのか教えてください、収支、見通し、今日大臣が答弁したものの数字のバックアップデータを出してください、せめてそれを国民に見せることによって、年間10億もの国税で、 赤字を補填していく理解を得る努力をするべきだと私は思いますぜひその考え方を理事会に出していただきたいということを最後に委員長にお願いを申し上げ質問を終わります5国、はい、理事会で協議いたします